吉田さん会社が儲かかる仕組みにしようかなと思います。え以前ね会社ってのはその出た利益の中から法人税ってのが55%かかっていたんですよ55%かかるってことは一生懸命ね会社が稼いでも利益の半分持ってかれるわけですよね、まあ、ですんでそれを税理士さんに相談した時にじゃあ利益があんまり出ないように節税をしましょうっていうので 節税の方法としては、ね、大きく一つ,つは設備投資って言って会社のなんか施設を作ったりとかトレーニングジムを作ったりプールを作ったり食堂を作ったりみたいな感じで設備投資をするっていうね会社の施設を充実させたりとか会社の福利構成を整えたりとかそれから休暇を増やしたりとかですよねもう一つは社員の給料とかボーナスを増やす方法ですそうすると いいい人材が獲得できやすいんですよね給料高くしたりとか待遇良くしたりそういった形でお金を使いまくって利益があんまり出ないようにするとまあ法人税もあんまり払わなくて済むみたいな感じですよね単純に言って1億円利益が出てると、まあ、5,000万以上持ってかれちゃうんでもういろんな経費を使ってね利益が万万ぐぐらららいいいしししかか出ななよようにしちゃったら500万ぐらいしか払わわくて済むわけですよだからどうせ取られるんだったらその分使っちゃえって感じで使うと取引先もやっぱり儲かっていくんで取引先も利益が。 いいっぱい出て取引先もジャブジャブ社員とか設備投資に使うって感じで経済はものすごくよく回ってたんですよねそれからグローバル経済が始まってきてあの法人税が高いと会社が優秀な会社が来てくれないって言うんでね海を越えてだから法人税を世界でで落とすす競争が始まっっちゃったんですよそうなると法人税ってのうのが大体ね3割弱にとどまっちゃったんで、うん、ものすごく会社って利益を出してもあんまり払わなくてよくなったんですよね そうなると以前みたいにじゃあ福利厚生にお金をかけたりとか従業員にボーナスや給料を払ったりとかっていうのをしなくて済んだんであんまり節税対策取らなくてもそもそも税金あんまり払わなくていいんで儲けるだけ儲けてそれが会社の内部留保っていう貯金になっていったわけなんですよね。しかし悲惨なのは従業員ですよ。従業員はそういった感じでいつものようにボーナスもらったりとかねそれから給料が増えたりとかっていうのなくなっちゃいましたから。それから会社に勤めても 食堂もないし福利厚生施設もないんで何かレジャーを楽しもうかなとか食事を取ろうかなと思ったら自腹でそういうところを探していかなくちゃいけなくなったんですよつまりは社員の給料上がらないのに社員の支払いが多くなったんですよねその上で法人税が下がった分消費税っていうのがどんどん値上がりしてきました消費税っていうのはすごく厄介でねうんあの事業者さんが払ってるような形になってますけども実際はこれ顧客が払ってるんですよね いわわゆるる消費者が払ってるわけなんですよ。今まで1万円で買えたものが1万1千円になってるわけですからだから末端の消費者国民が一人一人消費税っていうのをみんなで負担してるんですよねでも国民っていうのはそもそも収入を得たときに所得税払ってるわけなんですよ。でこの世の中でどんなね税金があ幅を利かしてるかっていうと所得税消費税それから法人税この3つの税金なんですよ。 その中で法人税が大体周波りの全体の2割ぐらいになっちゃったんですよ以前は半分ぐらいだったんですけど今は2割ぐらいしか法人つまりは商売やって稼いでる事業体が2割ぐらいしか税金を負担してないんですよねじゃあ残りの7割から8割は誰が払ってるかというと従業員さんが給料をもらう時に転引きされている所得税そしてもう一つは従業員さんがお金を使う時に支払わざるを得ない消費税ということなんで国民の暮らしがね 七割から八割吸い上げられてるんで豊かになるわけないですよね。で会社をやっているとあんまり取られないんで会社をやってる人は儲かるって形なんですよ。ですので私はずっと言っていたんですけども、あのみんなでね法人作ってもう小さくても一人会社をやったら一番儲かるよっていうのが世の中の流れなんじゃないかなと思うんですよ。で場合によっては会社員で勤める時も自分で法人を作ってその法人が どっかの会社にアルバイトに勤めに行くっていう形にすれば、まあ、いろんな工場を受けれたりとかね経費算段がかなりできたりとか言って高い節税が求められるんじゃないかなっていうところなんですよだから手取り14万で終わってんじゃねえとかねなんかありますけどもそもそも法人を作って手取りは14万だけどもほとんどが経費でパソコンも買うし車も買うしガソリン代も払うし灯油も買うしみたいなことをすると手取りが少なくてももう手取りが落ちた時点で お金が使うところがないよって感じなんでその14万ですらねずっと溜まっていくっていう形が作れるんですよねうまだから仕組みを理解してどのようにそれを利用していくかってことすごく大事だなというふうに思うわけではありました。それでは、いっ,てらっしゃい